ハロー。よ、そんなところで何やってんだ。あ！よかった。手紙、無事だった。すまねえ。驚かせるつもりはなかったんだ。物陰で困ってるようだったから、声かけただけで。いえ、気にしないでください。それでは。それではって、おいおい、そんな泥だらけで大丈夫か？泥だらけ？全然大丈夫じゃない！悪かったな。いえ。わかった。ありがとうございます。ああ。はい。ああ。わかった。さよなら。なあ、なあ、はい、すみませんでした。はい。はあ。なあ。あ？
ありがとうよ。なあ。ありがとうよ。なあ。ん？ありがとうよ。なあ。ん？ありがとうよ。おう。ん？ああ。おう。おう、間に合ったようだな。連れてきてやったぞ。ありがとうございます、田辺君。その私、田辺君のことがずっと前から好きでした。付き合ってもらえませんか、浜辺さん。はい、よろしくお願いします。青春だな。実は僕もアロハビーチのおまじないのこと聞いて手紙持ってたんだ。え？でも浜辺さんはビーチにいなかったし、逆に僕が砂埋め遊びに巻き込まれちゃって、これじゃ浜辺さんに渡せないなって。それ欲しいの？でも私ばっかり渡すのなんかずるい。だからそれちょうだい。あ、うん。本当に何書いてるのかわかんないね。でも嬉しい。泥だらけの手紙大事にするね、浜辺さん。あれ、そういえばなんで浜辺さんはこのおじさんに手紙を渡したの？直接くれたらよかったのに。実は私もこの手紙みたいに泥だらけになっちゃって、
でもどうしてもここで渡したいから春日さんにピンチヒッターになってもらったの。泥だらけのまま田辺くんに告白なんてできないし。それじゃあ僕の手紙と同じだったんだね。そうかもね。春日さん、ありがとうございました。これ今日のお礼です。せっかくの縁なんだ。仲良くやれよ、お二人さん。はい。しかしアロハビーチのおまじないか。おめえらがうまくいったことでまたここで手紙を渡すやつが増えそうだな。そうですね。ちょっと照れくさいですが、でも絶対にご利益パワーありますよ。春日さんも気になる人がいたらどうですか。ここで手紙を渡しては効果てきめんですよ。そうだな、考えてみるよ。よく考えたらうまくいきたい相手に埋まっていてもらわないといけないのか。さっちゃんに埋まってもらって、いや絶対無理だな。全力で行くよ。こういうビーチチェアみたいなの家に欲しいな。このくらいならハンプと木がありゃ自分でも作れそうだな。トミー、 DIY とかすんのか。ああ、大体の日用品は作れるぜ。テーブルとか棚とかな。結構器用なんだな。じゃあ木彫りのクマとかも作れたり。なんで木彫りのクマ。それ観光地の土産で日用品じゃねえだろう。でもまあ今度作ってみるか。作ってくれるのか。完成したらありがたく飾らせてもらおう。仲良し。コンプリートだ。ハワイに来てそんなに長くねえな。トミーとはいろんなとこ行ったな。確かにな。ここんとこお前の顔ばっかり見てる気がするぜ。つても最近は慌ただしかったし、どっかでまったり食べりてえな。だな。一丁バーでも行くか。お
ほう。ね。くわい。寝ちまったのか。でも、なんだかよく寝たな。疲れも取れたし、体もか…いや、重いな。体っつうか、頭が重い。ピーピー。え、なんだ、どうなってんだ。なんじゃこりゃー。